どうも、ジャミヤです。今日はですね、ぷよぷよ VS テトリスのアップデート前、まあ、バランス調整前の、前世紀テトリスの強さが、どれほどまでにヤバかったかというのをお見せしていきたいと思います。まずこの、自分が今起動しているのって、Wii U 版のぷよぷよテトリスなんですけど、普段やってるプレステ4とか、スイッチバージョンの、バランス調整された機種とは違って、Wii U 版と 3DS バージョンってバランス調整未だにされていないんですね。なんで前世紀のテトリスの強さが拝められると。なのでね、せっかくなんで、しっかりとね、どれほどまでやばかったというのをしっかり見せていきたいと思います。ちょっと CPU 戦で検証するんですが、ちょっとね、いろいろ検証したいことがありすぎて、どこから検証するか未だに迷ってるんですけど、まぁちょっとその場のノリでやっていこうかなと思います。散々ね、テトリス有利ゲームをテトリスゲーと言われ続けてきたこの 3DS Wii U 版の機種ね、もう絶望を見せていきます。さあ、まず T スピンダブル。はい。そして今見ましたか、この。今、もうすでにおかしいよね。全く猶予がない。全くぷよ側のその、猶予が全くないというね。全く使いすぎだけど。そして今、増える個数見えなかったけど、1段と2個だったかな。バックトゥーバックなしで、の T スピンダブルで1段と2個振りましたね。で、バックトゥーバック付きの、T スピンダブルで1段と4個振りました。ちなみに、現状アップデートされた状態の、BTB 付きの T スピンダブルって、1段と2個なんで、2個増加されてるんですよね、火力が。そして、バックトゥーバックさっきなしの状態の T スピンダブルが、1段と2個だったんで、現状のアップデート状態のバックトゥーバック付きの T スピンダブルと、アップデート状態なしの、バックトゥーバック付きなしの T スピンダブルが同じ火力になってます。この時点ですでにおかしい。まあ、先ほどちょっと見えなかったと思うんで、こんな感じですね。1段と2個。これが、現状のバックトゥーバック付いた T スピンダブルと同じ火力です。もうその時点で T スピンの火力がいかにおかしいかっていうのがわかると思います。もう T スピンダブルひたすらもう連打していけばいいだけだから。もうこんな感じでもう SPSD、T スピンダブル。で、しかも置いた瞬間に振るしね、これ。で、この硬直時間、この振るまでの時間の圧倒的な長さね、これ。致命的すぎる、これ。この遅さ。ぷよ側の時間が全くない。しかも引けないし。しかも、もう置いたらもうすぐ振るから。はい。これがもう T スピンの強さでした。T スピンダブルの強さですね。で、もうさらにちょっとね、だんだんやばくなってくるんですが、次ちょっと T スピントリプルの強さ見せていきます。TST だから、TK でいきますか。あ、ミスった、やばい。TK 済みでいきます。これですね。T スピントリプル。はい。ちょ、また見えなかった。振るのが早すぎてちょっと見えない。2段と1個か。2段と1個振りましたね。この2段と1個っていうのが、バックトゥーバックついた T スピントリプルで現状のバランス1段と4個なんですよ。なんですでにもうバックトゥーバックついてない T スピントリプルの時点で、バックトゥーバックついた T スピントリプルの、火力をすでに越していると。もちろんのこと、バックトゥーバックついた T スピンダブルじゃなくてトリプルだと、さらに増えます。2段と4個だったから、本当に振るの早いな。振るの早いから、ちょっとお邪魔がどれぐらい振るかっていうのを、結構見づらいんですが。この振るの早すぎるよね、あまりにも。どんだけ猶予がないんだよっていう、そんな感じ。振るの早いのもやばいし、お邪魔の硬直時間もやばいし、といった。三重視ですね、これ。さあ、刺さっていく。はい、これが TST の強さです。だんだんヤバさが増していきます。そして、なんといってもね、もう全ユーザーが恨んだ。全ユーザーがもうクソゲーといった理由はここにあります。はい、パフェ済み。はい、パフェ。はい、赤玉。パフェでなんと赤玉行くという、この鬼畜さ。もう2連パフェなんてしたらもう詰んでるんじゃないですかね、これ。2連パフェしたらもう赤玉からの赤玉っすか。もう詰んでる以外の何者でもないような気がするな。もうテトリス。はい、振るの早い。引けない。刺さっていく。
っていった感じですね。はい。パフェがもうぶっ壊れ中のぶっ壊れ。パフェとクリア1回で赤玉ですからね。どうなってんだよっていう話ですよ。2連パフェ取れないかな。はい、パフェ。さらにこれ2ラインテストが挟まるとこれ、赤玉と一段強振りますから。やばい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 。まあ、こんな感じで、まあ、単純な、これもね、パフェも、ま、ちょっと大幅おかしいんですけど。ま、パフェに劣らずおかしいのが、ま、やっぱり、連ですよね。連ってもうタイプよ、すげえ弱いっていうみんなイメージ持ってると思うんですけど、このアップデート前のこの連っていうのがね、これまた凶悪でして、それを見せていきましょう。まあ、こんなもんでいいっすかね。あ、しっかり繋いでいきます。なんといってもこの左側のゲージが増えるのが圧倒的に早い。8連、このもうすぐに上まで行っちゃうからね。で、この時点でもうツインインパクトなんで、LJ リージョン最大火力ですね。なんでもう、どこが違うのか分かる通り、テトリス対テトリスの連と全く同じ火力なんですよね。これもうこれからずっと LJ リージョンだね。LJ イリュージョン、LJ イリュージョン。LJ イリュージョン、LJ イリュージョン。はい。これで、どれぐらいかというと、王冠ぷよ、月ぷよ、星ぷよ。いやー、これはもう、やばいですね。もう、かける言葉がないな。これ何連鎖したら返せるんだっていう話ですよね。しかもこれ DT 砲からやられたら、砲は削られた上でのこの火力が来るんで、もう完全に詰んでると言わざるを得ないですね。しかもちなみに DT 砲を試してみますか。アップデート前の DT 砲をまとめてするとどれぐらい火力いくのかというと、まあさっきね、パフェ送ったら、見たら、送ったの見たらお察しできる通り、まとめすると、はい。赤玉と1段と2個振ります。はい、DT 砲で赤玉と1段と2個振ります。終わってますね、これはもう。これはもうどうしようもない。本当に。しかも DT パフェっていうテンプレあるんで、DT 砲で赤玉と1段と2個振った後に、パーフェクトクリアで赤玉なんて送られたらもう、理論値、レベルの連鎖組んでも無理なんじゃねえかぐらいのレベルですよね。これがまあ、今紹介した圧倒的な、まあ、T スピンダブルと T スピントリプルと、パーフェクトクリアと連の強さです。もう本当にもう、やばい。やばいでしか言えないですね。やばいしか言えないわ。というわけで、じゃあ最後しっかり決めていきましょう。普通に決めていきます。これがバランス調整前のテトリスの全盛期の強さですね。多分まあ、この機種持ってる人だったらわかると思うけど、持ってない人だったら、うわ、なんだこれって思う人もいると思うんだよね。はい。これほどまでにひどかった、タイプよくよのバランスでした。というわけで、まあ、今のね、プレステ4とあの、スイッチバージョンの、ぷよぷよ対テトリスのバランスがどれほどまでに改善されたかというのは、もう露骨にね、伝わったのではないでしょうか。いやー、にしてもやばいっすね、これね。改めて自分で見たけど、本当に、これ、ぷよが積んでるなとしか思いませんでしたね。というわけで、全盛期テトリスの強さを見せていきました。というわけで、皆さん今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。